絶望の未来、最後に残った2人の戦士。そうか。それよし、はい、これは本気。ゴロさんを倒せるくらい強くなって、人造人間を倒す力を手に入れるんだ。その意思だ。その調子だ。はい、俺はどうだ。もう終わりか。人造人間の強さこんなものじゃないぞ。もう少し手加減した方がいいか。いい攻撃だ。こうして戦っていると少しベジータさんを思い出せよう。ありがとうございます、ゴロさん。それはどうだ。それはどうだ。はい、よし、これくらいにしておこう。はい。だとさあ、そうじゃ、はい。早く帰らないと母さんを心配させちゃうぞ。今こういう時だからね。ところでブルマさんは相変わらず元気かい？ゴロさん大丈夫？あいつ、え、わっ、うん、トランクス、トランクなん、あ、じ、は、うん、あ、はい、くぞー、と思うな。生き延びることを考えるんだ。とにかく隙を作ってここから離脱するんだ。はい。今頃何の相談をしている。おっと、少し気を抜いていたかな。やっぱ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 、なるほど、少しはやべるらしい。やっぱやめた。なかなか強いじゃねえか。そんな、いい気になるんじゃないよ。逃げるなら今しかない。トランクス、やれ、はい、そう、よし、ちょっと、はい、おじさん、おい、いや、あれ、もっと、だけど、もし、もし、なるほど、それ、うん、え、だから、それ、そう、だが、もちろん、わかりません、人造、よし、はい、ドローンに見つからないようにしないと。人造人間のせいで街はめちゃくちゃだ。
今日は疲れた。母さん、財布ありがとう。気をつよし、コハさんのところへ行こう。今日は何の修行かな。ご飯さんと食事か。いろんな話が聞けるかも。楽しみだな。お待たせ、大丈夫。よし、いきなり。はい、それじゃあ行きますよ。よし、待ってこい。これはどうだ、これはどうだ。調子が出てきたみたいだな。はい、まだまだ行きますよ。それはどうだ。うわっ、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 それはどうだ、それはどうだ。いや、サイヤ人になるための鍵は怒りだ。怒りを高める先でスーパーサイヤ人になれる。怒り、これを人造人間だと思って怒りを爆発させるんだ。体が温まってないみたいだな。コハさんを人造人間に。難しいけどやってみます。これはどうだ。どうした、もうバテたのか。そんなことないです。これはどうだ。よし、これくらいにしておこうか。すっ気を、はい、そうだ、ええ、やった。レッドリボン軍のドローンが偵察してるそうよ。逃げ遅れた人がいないか心配だわ。母さんも喜びますよ。ブルマさんと食事か、久しぶりな気がするよ。さあ、着きましたよ。ただいま。はい、上司官、ありがとう。ブルマ、
ごちそうえ、そうなの、このそう、それもでも、でもご飯、え、ブルマさん、父さん、実は腎臓でもご飯でも、はい、ご飯さん、ご飯さんの家に行ってみよう。父さんも確か武術家だって聞いたことがあるけど、やっぱり今も強いのかな。牛魔王さんって昔はとても怖い人だったって本当かな。あいつは強そうだぞ。母さんとも昔からの知り合いだったんだよね。人造人間のせいで街をめちゃくちゃだ。母さんは今でも元気。あの、母さんの手助けをするためにも他の用事を済ませなきゃな。母さんと僕だけしかいない家だ。いろいろあるよ。毎度。あいつは強そうだぞ。
あいつは強そうだぞ。この町も破壊されてしまった。いらっしゃい。毎度。あいつは強そうだぞ。あいつは強そうだぞ。あいつは強そうだぞ。あの、母さんの手助けをするためにも他の用事を済ませなきゃな。Thank you.
早く行かないと。急がないと。あれ大変だ。このシザン、危ないですよ。おめ、トラ、はい、よくわからねえけど。よし、ここは僕に任せて。大丈夫です。この目が動くものを狙って攻撃してくるみたいだな。よし、かかってこい。いて、チョコマと動いて一緒じゃん。人造人間に比べたら全然弱いぞ。これはどうだ、これはどうだ。ゴハンさんとの修行の成果が出てるのかも。これはどうだ。これはどうだ。これで全部だ。七さんは無事かな。ほら、あ、いえ、ほら、じゃあ、そう、はい、いえ、そうですね、まさか、ご、ご飯さんも、今は、そう、はい、それじゃ、ありがとうな、おめえも、はい、僕が、ご飯さんに、七さんたちの様子を伝えてやろう。ご飯さん、まださっきのところにいるかな。大した敵じゃなさそうだ。これはどうだ、これはどうだ、これはどうだ。父さんたち、やっぱり心配してたな。僕も戦ってることを母さんにバレないようにしなきゃ。ごはんさん、あの、ごはん、はい、はい、よかった。それ、はい、母さん。本日、西の都の周辺を襲撃した人造人間により多くの被害者が出ています。次に襲撃が予想される付近の住民は速やかに避難を。いえ、それよりも父さんから伝言です。無理せず頑張れ、たまには帰ってこいって。母さん、もう少しだけ待っていてください。実の人間を倒して必ず戻ります。よし、今日はそれもそのままだ。ヒムコアさん、俺が行こう。でも分かった、はい、
急ぐぞ。被害をできるだけ食い止めるんだ。はい。人造人間ね、許せない。人造人間がいる場所がすぐに分かればいいのに。人造人間の気は探れないからな。後手に回らず、そこ。なんか、よし。こいつらの相手なんか、俺一人で十分だけどな。時間をかけても無駄だよ。さっさと終わらせよ。少しでも隙を見せたら命取りだぞ。気をつけるんだ。はい。あ、こいつから逃げられるかな。まだまだ行くぞ。イライラさせるね、まったく。それ以上、お前たちの好きにはさせない。どこに行こうと無駄なことはしないよ。ガキを連れて俺たちと戦おうなんて、ずいぶん舐められたもんだ。そうやってすぐにカッとなるからガキなんだよ。挑発に乗るな。ガキの子守でもやってりゃいいんだよ。俺たちを舐めてかかると痛い目を見るぞ。そうだ、僕はお前たちを行くぞ。おりゃよっ。私たちの本気だと思ったら大間違いだよ。なら本気を出せばいい。俺たちは負けない。はっ、はっ、はっ、うわー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 、はっ、はっ、こいつから逃げるぞ。こいつから逃げるぞ。やっぱり大したことないな。まだやるつもりか。もっと黙ってほしいのか。少しはやるじゃないか。みんなの敵を取るため鍛えてみた。油断するな。まだ倒したわけじゃないぞ。うわー、トランクス。この程度で勝てると思ってたのか。
これでおしまいにしてあげるよ。おやおや、逃げ足だけは早いようだな。図体はでかいくせにちょこまかと。どこに隠れたって無駄だよ。あいつらにとどめを刺せたかな。もう死んだよきっと。もし生きてるんならまた会うさ。面倒だしそろそろ帰ろう。ふん、そうだな。人造人間はいないのか。あ、ごはんさん、腕が、ごはんさん、ごはんさん、よかった、まだ息がある。早く家に連れて帰ればきっと大丈夫だ。くそ、人造人間は強かった。僕はまだごはんさんの足手まといだった。それ奇跡しか元気あんた、それにトランクこういうえごはんさんに会ったらなんて言えばいいか。それにごはんさん、やっと動けるようになったはずだけど、修行なんかしても大丈夫なんだろうか。センズがあったらごはんさんの腕だって治ったかもしれないのに。うん、大した敵じゃなさそうだ。僕はごはんさんのように強くなれるのかな。んな、そのとき、よし、いいぞ。またレッドリボン軍のドローンが出たらしいわよ。見つからないようにね。トランク、はい、組み立て、さ。ごはんさんは自分の釣り場へ向かったみたいだ。
やった、釣れたぞ。僕もいい釣り場を見つけないと。
よし、いい魚だ。どこが釣れそうかな。この辺で釣りができそうだな。釣りくらいは勝ちたいよな。よし、釣れたぞ。ゴハンさんの方はどうかな。結構それだ。いや、そう。そう。いかん。お前もこれ君が。よし、はい。俺と戦えないようなら人造人間を敵にしても勝てやしないぞ。分かってます。よっ、まだ俺に遠慮してんじゃないか。遠慮なんて。お前に遠慮されるほど俺は弱くなったつもりはないぞ。よし、いいぞ。確実に相手の隙を突きていけ。人造人間だと思って戦え。よっ、は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 よっ、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 そこだ。そこだ。よし、いい感じだったぞ。ありがとうございます。うん、かなり力をつけてきたな。すまない、トランクス。これは人造人間に勝てないかもしれない。だが、君がいるから、俺は全力で戦える。君なら俺を超える戦士になれる。やめないよ、17号。
ここはもうろくに人間が残っちゃいないよ。もっと大量に人間どもが隠れていそうなとこへ行こうよ。慌てるなよ。もっとじっくりやろうぜ。あっさり全滅させてしまったんじゃ俺たちの楽しみはなくなってしまうんだぞ。孫悟飯、またお前か。今度は逃がしはしないよ。フルパワーで殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。熱くなるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶのも飽きたしね。おりゃあ、こいつ、バカ、なんだこいつ。よっ、人間はやっぱり壊れやすいんだ。さっきの異性はどこに行ったんだい。好きだらけだぞ。もうへばってきたのか。もう少し楽しめると思ったんだけどね。そうだね、消えちまいな。はぁ、行くぞ。行くぞー。
Ah!
恐怖を教えてあげる。はっよっはっよっ。
修行をやりたいのですか？攻撃の後は最も隙が生まれやすい一瞬、攻撃後の姿勢を捨てるには十分に気をつけてください。さあ、もう一分前です。頑張ってください。よくできました。今回の修行はこれで終了です。修行をやりたいのですか？さあ、全力で攻めてきてください。よく動けています。注意力も悪くありません。それそれそれ、なるほど。これならば、こんなのはどうですか？今回はここまでとしましょう。よく頑張りましたね。
トランクス、君なら俺を超える戦士になれる。自分の力を信じて強くなれよ、トランクス。人造人間め、俺たち人間の意地を見せてやる。Yeah!
ちゃん仕留めてやる。取れるかな。そうだ、ほら、うっ、消えろ。そうだ、君なら俺を超える戦士になれる。行くぞ、行くぞ人間。そう熱くなるなよ、そのご飯すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶのも飽きたしね。どこに行くと無駄だ。よしは死ぬ。遅い。
奴だね。これ以上はやらせないよ。そっちこそ覚悟するんだな。そう熱くなるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶの待ちだしね。どうした？あのガキがいないじゃないか。お前たちに話す必要はない。うわ、とどめを刺してやる。もうやっぱり壊れやすいな。好きだらけだぞ。さっきの異性はどこに行ったんだい？もう少し楽しめると思ったんだけどね。はぁ、はぁ、行くぞ。ついてこられるか。はぁ、受けてみな。そうだよ、行くよ。もうへばってきたのか。君なら俺を超える。そう熱くなるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶの待ちだしね。もうやっぱり壊れやすいな。さっきの異性はどこに行ったんだい？たまりな。面倒だね。消えちまいな。どうした？あのガキがいないじゃない。お前たちに話す必要はない。とどめを刺してやる。隙だらけだぞ。もうへばってきたのか。もう少し楽しめると思ったんだけどね。あ、うわ、うちな。いくぞ。たまりな。面倒だね。消えちまいな。ついてこられるかい。うわっ、
どこに行こうと無駄な話はしないよ。遅い。ここまでやるとはな、必死じゃないか、そんぼが。余裕でいられるのも今のうちだ。そう熱くなるなよ、そんぼが。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶの待ちたしね。はっ！
どこに行こうと無駄だ。遅いよ。ここまでやるとはな、必死じゃないか、すんごい。上でいられるのも今のうちだ。
よっ。ドンクソ、君なら俺を超える戦士になる。なるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶのも飽きたしね。なるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶのも飽きたしね。落ちろ。
どうした？あのガキがいないじゃないか。お前たちに話す必要はない。人間はやっぱり壊れやすいな。さっきの異性はどこに行ったんだい。そうだよ、行くぞ。な、行くよ。はぁ、隙だらけだぞ。もう少し楽しめると思ったんだけどね。もうへばってきたのか。弱いね。弱すぎるよ。面倒だね。お前一人ぼっちで勝つつもりかい？俺だけでも十分だ。終わりにする。くそ、消えろ。